なんか多分ジェンダーレスって言葉って男らしくいなくてもいいし、女だからって女らしくいなくてもいいっていうところが、まあその服とかにも影響してくるのかなと思う。初めてスカートを履いた時はでもお父さんにはびっくりされましたね。でもやっぱりなんだろう、ちゃんと僕はファッションが好きなんだって言ったら応援してくれてますね。今は15、6までは結構お母さんとお姉ちゃんと一緒に買い物行くのが多くて、やっぱ教えてもらっただけじゃ自分のなんだろう表現方法、自己表現にはならないのかなと思って、そこから本当自分で一人で服見に行ったりとか、スタッフさんとお話ししたりとか。昔から多分ジェンダーレスとかっていうことはなかったんですけど、全然スカート履いてる人も結構男性でもいるんで、ジェンダーレスっていうくくりを意識して増えていったなっていうのは、そういう印象はありますね。やっぱりこういうファッションをするようになってから楽しいというか、やっぱ自由だなって自分でも感じるので楽しいですね。昔すごい好きだった通販のモデルさん、韓国の通販のモデルをやってる方がいて、その人がもうすごいかっこよくて、まあ、でも後々女性って発覚したんですけど、まあ、その人に憧れてこういうファッションをするようになりました。自分が周りの方からジェンダーレス女子って言われることに対しては全然嫌とも思わないし、むしろすごい嬉しくて、まあ、でも気づいたらカテゴライズされてたって感じですね。初めの頃はやっぱり親にまず反対をされて、でもこだわりが強かったから、その反対にも押し切ることができたというか、なんか自分の意志の強さで切り抜けられた感じはありますね。持ち始めたのは中3の終わりぐらいで、なんかその時ツイッターとかで SNS でなんかジェンダーレス男子が流行り始めてて、それを見てなんか僕もなんかちょっとそういうのに興味を持ってメイクしてみたり、服とかお姉ちゃんと一緒に買いに行ったりしました。もう可愛いと思ったものはもう可愛いから着ますね。全然もう何も関係なく。いや、今行ってる学校がもう結構そういうなんかこっちのことを理解してないことが多くて、なんか結構パツパツのズボンとか履いたりするとなんかオカマだとかなんかすれ違いに言われたり、結構あいつキモくねみたいな言われるんですけど、まあ、人の目を気にしちゃったらなんかもう地味な、なんかみんなとお揃いみたいな服になっちゃうんで、それだったらまだ浮いてた方がマシかなって僕は思いますね。でもやっぱ女の子はファッション的にも羨ましいなと思います。なんかパンツの子もいればスカート履く子もいて、でもあんまとやかくあんま言われないじゃないですか、メンズライクな子がいても。でもやっぱ男の子ってやっぱ、まあ、そういうのがあるのか分かんないですけど、でもレディース着たら気持ち悪いとかって言われるのはずっと不思議に思ってました。私自身もすごいこのファッションに、ジェンダーレスファッションに目覚めてから本当にファッション一つでこんなに見える世界が変わるんだなっていうことを自分自身で実感できたので、やっぱり多くの人に少し勇気出して解放してみて、それで違う世界を見てほしいなっていうふうに思いますね。でももうちょっと派手になってほしいですね。みんななんか僕ももっと派手になりたいし、なんか街とかもっとなんかみんな一人一人なんか違う感じだったら面白いなって思います。いろんな服装を着た人がいっぱいいたら僕も影響を受けてどんどんたくさんいろんな種類の服装とかできるかなって思います。今の子ってやっぱりファストファッション、まあ、本当マネキンまんま買ったりとか、自分のオリジナリティとか個性をもっと出してほしいなって思ってて、僕も実際メンズも着るしレディースも着るし、なんか本当に好きな服を着るっていうことが僕の一番のテーマっていうかファッションのあれなので、ファッションとかメイクで変われるので、実際変われたので僕が実際だから、そこはもっともっと発信していきたいです。